わしやがな、マフィア梶田です。わしやがな、中村一です。わしやがな、深川瑠香です。夜当たり上手やんけ。はい、ということで今回はね、ゲストさんですよ。なぜゲストさんを呼べたかというと、理由があるんですよね。そうなんですよ。今回もですね、またまたブシロードさんの提供で D4DJ グルービーミックスを提供でいただきました。ありがとうございます。いやー、4度目。4度目です。おかわりに次ぐおかわり。そしたら今回はログインボーナスもついてきた。ログボー、累計ログインボーナスがついてきた。相当来てないとダメだよ。こりゃ生きのいいのが来たね。呼んでよかった、大丈夫だな。ということで深川さんですけども、あの出演してるんだよね。はい、その D4DJ に。リリカルリリーというユニットの白鳥くるみ役を演じさせていただいております。知ってる。知ってる。俺第一印象で最初にもらえるのはこの子って決めてた。 ありがとうございます。ポケモンみたいに。ねえ、そういうもらうってないから。いや、後ろさんありがとうございます。確かに押してたよね、最初から、うん、そうくるみちゃんがいいなって言ってたもんね。うん、第一印象でね、可愛いって思ってね。そしたらなんとね、現役の高校生なの。そう、いくつなの。高校1年生で16歳です。くるみちゃんと同じじゃん。くるみちゃんと同じじゃん。あいつ気持ち悪いよ、ほんとに。いや、そんな違うんですよ。なんか不正っていうか、もう俺に娘がいたらこれくらい年齢かな。やめろ。中村さんは余裕で娘だよ。40歳なんです、今年。何してんすか。すいませんね、なんかね、同じ画角にいてすいません、ね。なんで未だに毎日ゲームとかやってんすか、中村さん。いてててあ、ゲームやろうか今日。いや、そうですね、せっかく来ていただいたし、楽しくゲームで遊びましょうよ。あ、あだ名ってあるの。お、あだ名、あだ名、あ、あだ名はルカルンっていうあだ名が。ルカルンって言われてます。ちょっとおじさんたちのハードルが高いかもしれない。いや、俺は全然言うよ、ルカルン。怖い。なんか引いとるやん。ルカルンちょっと引いてる。ルカルンっていうあだ名ですって言って呼んだら引かれるって、これ、結構な集中を受けてる。大やけどだよ、ルカルン。じゃあ、でも俺は必要に呼び続けるよ、ルカルン。じゃあ今日はルカルンでどうぞ、ね。じゃあルカルンと一緒に今日は何やるんだね。今日はね、こちらを遊びたいと思います、はい。これ知ってます？ルカルン、これ知ってる？あ、バブルボブル。遊んだことある？わ、そんなことはないですね。だよね。これ長谷さんいつのうおおお、え、何か始まってない。そういう、あ、そうしない。じゃあスタートで、うん、それでいい。1986年だって。1986年何やってたっけ。86年何やってたって聞くの。86年は何やった。この世にいないですね。この世にまだいなかった。多分まだ前世の段階だよね。そうですね、多分前の人生送ってた時だね、これね。俺も生まれてないからね、これ。そうか、そうか、はい。これをじゃあ2人でちょっとやってもらうんですけど、今日発売中、任天堂スイッチ版バブルボール4、フレンズを遊びたいということで。これでも、ルール理解からだよね、まず最初はね。さっき軽く、ルールの説明的なものはあったけど、これね、ルカルンね、多分なんかね、L かな、 L とか R を押して、あ、そうそう、OK、 そうそう、サンキュー。じゃあ俺が緑色のね、このトカゲね。まあ普通に行っちゃうんだよね、これね。楽勝じゃん。これ多分このフルーツとかを取らないとスコアにならないわけでしょ。あ、そういうこと。これね、バブルボブルってパズルゲームだって俺聞いてたんですけど、パズルゲームだね。あ、やる、アクションパ、あ、真ん中のあれ多分スコア高いんじゃない。何あれ、ルカルン、ルカルン、俺もらっちゃっていいよ、もらっちゃう。7000点も入んの。7000点ももらえるだろ。すげえな、大人げなく取っていくよ、ルカルン。俺は今絶対取らせてあげる流れだった。すぐそばまで来てたのに。うん、取る直前に奪ってやろうと思って考えてたんだ、ルカルンの。 T が来たよ、 TN。 なんだ T と N。 なんだ T と N。 T と N、 あ、集めてくんだ。なんか集めてくんだよ。あれ集めるとなんかボーナスもらえる。うん、今の上の蝶がスコア高かったんじゃない。消えるんすね、これ一定時間で消えるみたい。うん、この時代のゲームって、協力プレイと見せかけて足の引っ張り合いみたいな。いや、そう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 。そうなんだよね。
ポイントをどっちが多く取るかの結局戦い、うん、ルカの取り今のところね、カシャ君よりルカルの方が上手いんだよ。いや俺もね、うすうす気づいてるんですよ、うん、あれ、俺よりルカルの方が上手いぞって。スコアちなみに大差ついてんだな、うん、おかしいな、俺の方が年代的にはまだ近いはずなんだからマッチしてるはずなのに、やっぱり若さには勝てんのか、順応性が高いね。ルカルンはやっぱあれか、今時の若い子みたいに TikTok とかやってんのか。うわ、やってないですね。TikTok やってないのかい。今時の若い子はみんなやってるんだと思うんだけど。TikTok をやってるって聞いたから。そう。あれ、これゲームラグってないですか。ほら、ルカルンそこ難しいよ。おじさんの見本見せてあげて。ガスで。もうやめよ。あ、もう終わり、もうやめよ、今日いいか、もう終わりで。ルガルンもバブルボブル、もうバブルボブル十分分かったでしょ。あ、はい。もう十分分かってるっていうことなんで、ね、でね、この中でもう皆さんおなじみだと思うんですけれども、もね、はい、つまり今回は D4DJ に収録されているバブルボブルの曲を遊びたいと思います、うん、はい。でもね、今回せっかくルガルンに来ていただいたんで、うん、ルカルンがお手本のプレーを見せてくれるらしいんですよ。ルカルンこれ上手いの D4DJ。 あ、そうですね、リズムゲームは一応得意です。え、もうすぐできた。そうですね、割とすぐに。ショックギャップを感じますね。あ、まあとはいえね、うん、大したことない。あの、このぐらいの年齢の時ってちょっと言っちゃうのよ。そんな若さゆえのみたいな、 あるのよ、やっぱ強がっちゃう、大人の前で強がっちゃうから。そっか、でもそうしないとやっぱりこう若さとこう折り合いがつけられない、そうそうそう、自意識が保てないからね。分かるよルカルン、そういう時代おじさんにもあった。我々も経験してるからね、何十年も前に。だからルカルンがもう実際できなくてもおじさんに責めないから、責めない、責めない、全然いいの、うん、泣いていいのよ、うんうん、ほんとそう。もう10歳の子供と仕事した時もみんな強がってたから。みんなはやっぱ大人になりたいの、背伸びしてるから。ほうほう。でもこっちから見たら子供だから。まあまあ見せてもらおうよ。よし、見せてもらおうよ。肉の腕を見せてもらおうよ。じゃあ端末を準備していただきましょう、はい、準備お願いします。さあ、準備はできたかい。はい、できました。ちなみにルカルンはその16歳ってことだけど、うん、はい、声優歴は何年なの？そうだ、もうまだ1年経ってないです。え、そうなんだ。半年ちょっととかです。もう これが初めて。そうです、これが初めての作品。お、そうかい。じゃあもしかしてこういう番組出るのも初めてかい。そうですね。いやー、責任重大ですね。確かにね、ここで方向性決まっちゃうもんね。ルカルンの数勢ここにありる。事務所さんから俺ら怒られるかもしれないね。いじり方を間違えると託された。ちなみに憧れてる声優さんとかいるのかい、うん、あ、憧れてる声優さんいっぱいいらっしゃるんですけど、うん、女性の方がいいですか、ね、もう全然気とかつかないでください。できればもう女性を言ってください。女性ですね、今あの早見沙織さん。おー、そうなんだ。早見さん、いいね。それなり仲いいよ。どういうアピールやる。ルカルン、野戸真美子さんって言っとけ。そう、俺のだろ。俺が好きな人。早見沙織さんみたいになりたいね。そうかい、いい目標だね。いい目標だと思う、うん、素晴らしい役者さんだよ。すごい固い目標だと思う。いいと思うよ。固い。手堅いよね。手堅い。手堅い、うん、じゃあね、そんな早見沙織さんと全く関係がないけど、ね、D4DJ をやってもらおうかなと思って。やってもらおうじゃないか。よろしくお願いします。お願いします。あ、これね、バブルボブル。バブルボブルはもうオリジナルが強すぎて、うん、これ設定ってどういう風にやるんだろう。ここのライブ設定ってところ開いて、うん、この詳細設定っていうところを押すと、うん、レーンの設定とかノーツの設定ができたり、判定の訪れのやつとかができたり、調整がかけられるな。調整が入れるとできて、うん、私は早いやつが好きなので。おのずと難易度を上げちゃうんだ。早い方がやりやすいよ。そうです、早い方が。あとここにモード設定っていうのがあって、うん、はい、ここで失礼してる、俺らね、オーディエンスモード得意よ。そうだ、一番得意にしてる人だから。、うんうん、お世話になるんだ、そこよ。世界一だから。それやるの。オーディエンスモードで行くの。いや、マニュアルモードで全部の、全部の操作のやつ、なんだと。じゃあ
エキスパートやります。エキスパートはちょっとやりすぎでしょいけないでしょ。まあまあいいよいいよ、石は、ね、いっぱいあるからいくらでもコンテリって、まあ、まあ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 そういう落とし頃だからさ、うんうん、ちょっとね強がっちゃう、うん、大きくいっちゃうから、まあやってみて。はい、じゃあやります。期待してる。何なんだおじさんたち、ちなみにステレオで邪魔するけど大丈夫大丈夫大丈夫、ステレオで邪魔するよ、うん、すげえ早いな。早っ、キューとかにするとこんなんなるんだ。うわ、えこれオーディエンスモード使ってる。いや全部の操作のやつ、うん、それでしょ。おじさんたちもうこの時点で3回は死んでるよ。そうね、うん、この間早かったな、うん、秒で死んでましたから、うん、忍者ウォーリアーズ大変だったな。忍者ウォーリアーズ大変ですね。カーンすごいね、200コンボかい。いやでもまだ序盤の方なんで割とこれね、もう中野坂上のあのビルでずっとやらされてんのこれ。いやそんなことないよ。缶詰でやらされてた。うわ、虫ロード。結果この形じゃない。いやあ、そうではない。違う。そんな虎の穴みたいなのあるんですか、虫ロード。あるよ。時々多分新日のフロアに大学立ってない。中野さんは新日とか言うからよかったら今度大丈夫。俺と揺さぶり聞いてるな。今時の子は新日怖いんだよきっと。新日聞いただけでブルーっちゃう。でもあそこのビル行くとちょいちょいいるよね、プロレスラーの人ね。いる。いや私はまだ会ったことないです。会ったことない。本当？見たらびっくりすると思うよ、なんかでかくて怖いから。おうなんだ、でかくて怖いで俺を見るのはなんで。俺は怖くないだろう、優しいだろう。すごいね、これすごいね。ルカ君これお母さんの中にいる時からやってた。やってないです。奏でてたお母さんの中でも。お母さんが最強で聞いてた。バブルボムの。バブルボム選ばれしものじゃないか、ね、いやいやお見事。いやー高尾さん、うん、謝りましょう。まあやるよね。まだ強がってる。ごめんね。強がってんのあいつじゃねえか、うん、おじさんになるともう素直に謝れないんだ赤い子に。そうね、しかも俺後半からカジャ君がお母さんの話したじゃん、うん、お母さんの年齢が気になってきて後半ちょっと震えてたのよ。怖いな。お母さんって年齢ぐらいじゃない。いやでもあんまり変わらないぐらいです。それはショックだね。どういう教育してんの。だから一番ダメージ入るやつだそれは。ちょっとねそれはまだかな。ごめんなさい。だからちなみに俺はいくつに見える、そっちのおじさんと比べて。いやでも変わらないか、ちょっと下かとか。だから10は違うんだ。あ、そのおじさんと俺10上じゃないよ、10下なんだ。まあ 10個は言い過ぎだけど。いやーということでね、凄腕見せてもらいましたけど、うん、いやー大したもんですな、うん、でもさ、カジャ君の好きなその、うん、くるみちゃんの中の人が現れてるわけじゃない。そうですね。俺はくるみちゃんよく知らないわけよ。あー、カジャ君はなんか散々調べてもう知ってたけど。あー確かにそうですね、俺だけが先にくるみちゃんのいろんなこと知っちゃってるから。ちょっとルカのせっかくだから中野さんに教えてあげてよ、はい、くるみちゃんがどんな子なのか。リーガルリリー掘り下げ企画をやっちゃおうじゃないか。はい、うん、とグルミクには、うん、ユニットストーリーモードっていうのがあって、うん、そこで6つのユニットのストーリーが読めるので、じゃあビリビリのユニットストーリーの1話を見ていきたいと思います、うんうん、箱の中の天使。余計なナレーションされちゃう。余計なナレーション。そんな銀河万丈みたいなナレーション入らないからこのグルミクには。シスター声入ってないじゃん。そうですね、皆さんはこの新鮮な容赦なく飛ばすっていう。いや、オートだから飛んだの。オートしてます。そして、オート成果、うん、うん、あら、リリリリの学校ってミッション系なの。そうですね、うん、ミユさん、お嬢様って感じ。ため息なんて珍しいですね。どうかなさったんですか。うん、あ、
ーちゃん。ううん、何でもないの。大丈夫。同じユニットたちのことはならいいのですが、声優さん同士の交流もあったりする。無理はなさらないでくださいね。そうですね。結構仲がいいお疲れでしょユニットです。何よりだよ。ありがとう。お題になると本当になんかよくやれないこともあるからね。好きで参加してるんだもん。業界の現実を見つけて。みんなで遊んだりするの？みんなで遊んだりはまだないですね。ないよね。そんなもんだよ、うん、大人になってもそんなもんだよ、うん、まあでもこっからだからね。ユタってまだね1年経ってないわけだからね。確かにまだ出会ったばっかってこと。そうそうそう。だからあでもなんかライブとかやってんじゃないの？もうやってんでしょライブ。それはすごいよね。この先どんどん増えそうだね。そんなタイミング。そう恥ずかしいよ。あれあれどうしたの？アミノちゃん肩にどういう話これ？蛇みたいなもの。急展開なんだ。蛇みたいなものが肩にいるの？私蛇いるの？蛇はダメなんです。嘘つかれてる？取ってどなたか取ってください。こんな学校に蛇出る？落ち着いて春菜ちゃん。それおもちゃ？おもちゃみたいだよ。あいたずら好きがいなかった。そういうことじゃないの？なんだ。俺は深読みしまってる。イブに禁断の実を食わせた蛇が。ああ白い蛇悪魔の手先として現れたのか。白い蛇がね。逆に腹立たしい。性格悪いの。宿女ばかりが集うアリスガー学院で。ちょっと裏表があるの。低俗ないたずらをする人間といえば。さっきまですごい丁寧だったのに。うなぎくん作戦大成功。いいお芝居だね。ありがとうございます。昨日頑張って作ってよかったね。くるみさん、みーこさん、やっぱりくるみとみーこは一緒に組んでいたずらをするみたい。そうですね、この二人はいつもいたずらするのが好きで、はるなちゃんにいたずらをしていつもお説教を受けてる。一体いつになったら改めるんですか。なんかあれだね、この単体っていう言い方はあれだけど、こう一人のやつだとさ分かんなかったけど、他のキャラクターと絡むと結構幼いんだね。あ、そうですね、感じが割と幼い感じですね、この二人は。バストアップのサイズも小さいもんね。そうそう、背丈がすごく小さい、ね、うん、そうなんだ。いいですか。あとくるみちゃん特段に肌白いね。美白だね。自分を見つめ直し勉学に。そうだね、趣味いたずらだもんね。いたずらしてた？いたずら、そうですね。言えるやつでね。言えるやつ。言えるやつ。言えるやつ雪だったの？言えないいたずら。あ、そう。でもこの間軽めのいたずらしたことある。この間の、うん、部屋でこのみゆちゃん役の、うん、お神田葉月ちゃんが着替えてて、そのカーテンの中で着替えてたんですけど、なんか楽しい話ができたよ。それでそれでカーテンの下からちょっと座って中に座ってて手が出てたんですよ。でちょうどその時私カーテンの外にいて、手をちょっと触ったらめっちゃ葉月ちゃんびっくりしちゃって、面白いね。ごめんなさい、いや、いいよいいよ。可愛らしいいたずらするね。それ絶対大人から出ないエピソードだから、うんうん、もっとえぐめのいたずらが話出てくるから。ちなみに同じことそれ僕らがやったら捕まるから。そうよ、うんうん、いるのもおかしい、そこに特権だよ、うんうん、そうルカルの特権だよそれは。どんどんやりな、そういたずらは。あとで大人になった時にいいエピソードトークになるからね。確かにあんなこともありましたって言えるもんね。そうよ、若い時に思い出作っとかないと本当将来話すことなくて困るよ。嫌、うん、な番組なの。私みゆさんのことは心の底から敬愛していますが。でもなんかバランスの取れたユニットっすね。まとめ役がいて、全部見るとそうだね、カリスマがいて、うん、やっぱりその前回ってキャラ一人ずつを見てったからさ、うん、こういう風にそのユニットのエピソードになるとまた印象が変わるんだね。そうですね、やっぱ関係性萌えっちゅうんですかね。優しいのは春菜ちゃんの方でしょ。今日だって何も言わずについてきてくれたし。あ、入学してるな、ここに。ここ男子いなくないですか。そうですね、女子校です。女子校だよね。用務員とか募集してないの。こんな用務員嫌だろ。いつでもオファー待ってますよ、むしろ。実際にキャラクターとして配置してくれと、うん、なんか校長先生でもいいですよ。
確かにね、うん、こういうとこで校長も女性じゃないっけ。そうなんだ。アリスは学院でしょ。ミッション寄りだと。この時間は俺ミッション系の学校行ってましたけど、校長ハゲでしたよ。それは女子校じゃないから。あ、そう、ハゲはビジュアルの話だから別に草だろうがハゲだろうがそれは映画なの。これ意外と第1話くるみちゃん出ないやつなのね。そうですね、うん、時々ここが狭い箱のように感じる。広い世界に出ようぜ、うん、うちの学校もよく脱走事件が箱の中の空気逃げ出し山で遭難するんですよ。みーこちゃんたちのことがルカルはあんま聞かなくていいから。出てきてない男子ミッション系そんなもん。もしかしてみーこたちのことお手伝いしてくれるの。うん、遅くなる前にみんなで終わらせちゃおうと思って。さすがみゆちゃん、いつもありがとう。神、ほんと神。いいお芝居するね。育てている自覚があるのなら俺好きだよこういうの。心を入れ替えてはどうですか、うん、別に院長には言ってないし。みゆちゃん、みゆちゃん知ってる？ここお化けが出るって噂があるの。お化けは大丈夫なの？え、みーこちゃんホラーが好きで、ホラーとかオカルト系が好きなので。もう何十年も昔に建てられたという。ああ、そういえばホラー映画見てる、あの、あったね、うん、そうです。くるみちゃん頭しか映ってないやつ。いたずらをしようとしてるかな、うん、そうですね、こんにゃくを後ろから。発想がさ、くるみちゃんのいたずらアイテムもそうなんだけど結構古いんだわ。そうですね、この年代こんにゃくとさビリビリかもしれない。それ以上詰めない。はい、ということでね、うんうん、まあほんのね冒頭部分ではありますけども、はい、なんかあれですね、いただきました。うん、もう先が気になってしょうがないですね。まあ確かにね。はい、でですね、せっかくなんで今回、うん、ガチャを引かせていただこうと思っとるんですよ、うん、なぜなら、うん、今ちょうどくるみちゃんのねピックアップが行われてるっていうことで。ああ、はい、そうなんだね。タイミングバッチリ神かっとる。マジ神。まあさっきのお前が使うなよ。そうです。おくるみちゃんのお誕生日ガチャが。かわいい衣装だね。じゃあ引いてもらおうかな。引けるかな。はい、じゃあまずは10連目いきます。ガチャ運には自信ある方じゃない？あ、ないです。ない、ちょっと ダメな感じだった。これまでいろいろと試した結果、あんまり出ないから。あ、でも虹色の演出入ってるこれ。演出入ってますね。入ってるの？え、しょっぱなもしかして。しょっぱな来るかな。もう終わるの？はい、春菜ちゃん。お、まだ来ない。まだ来ない。どこで演出入る？まだまだだね。お、まだ、あ、来た。これだ。これはん、これはロンドロンドピックアップじゃないんだっけ。違う、進むべき物語はその先へ。椿ちゃんですね。おや、すり抜け。かわいい。すり抜けで来た。マジでか、このタイミングですり抜け。みーこちゃんが来た。あー、すり抜けたね。すり抜きましたね。いや、でもね、大丈夫。石がなぜか大量に入ってるから。まあ、ダイヤはある。回し切っちゃおうか。うん、じゃあ、20目いきます。人のお金で回すガチャって楽しいんだよ。気楽だよね、なんかね。気楽なんだ。押す指も軽やかだもんね。うん、自分のお金だとね、もう呼吸が苦しくなってる。あれ、なんか今、演出入ってる。てましたね、すごくない？あれ？来たんと違う、これ。あのでかいリボンは。ねえ。次はどんないたずらがいいかな？このセリフは。お、あれ？あれ、ちょっと待って、これ違くない？これ合ってるの？合ってます。これ20連目で出ちゃいました。20連目で出たね。マジか。すごいね。自分では弾けてるの？あ、自分はあの100連目で出しました。100連目弾いたかい。いやー、なんかごめんね。しかもこれなんか随分当たってるね。めちゃめちゃ出とるやん。大フィーバーっすよ。大フィーバーしてたね。20連目で。あ、すげえ。やるねー。どうしますか？まだ弾きますか？え、いいの弾いて。じゃあ回させてもらうよ。
実質くるみちゃん2体来てるから。確かにね、うん、俺の執念が引き寄せてるから。直さん回してみてください。回してみますか。じゃあセット。いやうん、まあほら図らずともこう中の人補正の強さ、まあ確かに味わうことになったんじゃないですかこれ。確かに、うん、気の強さ見せたねルカルン。そうですね、大したもんだよルカルン。いや出て嬉しいです。はい、ということでね、今日は一緒に勉強させていただきましたけども、いやなんかもうびっくりですよね、今時の子はこんなスピードでできちゃう。周りの子も普通にこれ遊べるのかい、こんな感じの速さで。あ、どうでしょう、メンバーの中で一番上手いとかなの。どうでしょう、 もっと上がいるのどうでしょう、あの春日春菜ちゃん役の、うん、あの新田真似ちゃんが上手いので、うんうん、くっそ上手いの、すごい上手いので、どうでしょう。山本さん汚い言葉とかダメですよ、くっそ山本の前でうるせえルカルン、こういう先輩がいっぱいなんだ経営業界に。気をつけな、君が目指してるのは、ね、うん、こう魔物しかいない業界なんだ。知らぬ道なんだよ。気をつけてよ、うん、頑張ってね。ルカルもそのうち言うことになると思う。言うことになると思う。はい、ね、さあ今回ということでね、リリカルリリーの特集というか、うん、ピックアップやらせてもらいましたけれども、うん、はい、ルカルなんか告知があるとか。はい、リリカルリリーのファーストシングル、うん、我輩よ猫であれが2020年12月16日水曜日にリリースします。ね、うん、ブルーレイ付き生産限定版には2020年7月26日に開催したミックスチャンネルプレゼンツ D4DJ コネクトライブよりリリカルリリーのライブ映像が収録されています。ぜひチェックしてください。見たい。ライブ映像見たいぞ。確かに気にはなるね。今ここで流してくれ。それちょっとあの気にちょっとちょっと流れないんで。見たい、買うわ。買ってください。買いますわ。ありがとうございます。ルカルンありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでもらったと思うんで、うん、今日は絶対に、チャンネル登録と、うん、ツイッターのフォローもしとっけ。ほら、ルカルン売れなかったらお前の責任だ。ちゃんと押してけ。確かに、うん、よろしく。高評価もよろしくね。さよなら。